皆さんこんにちは、花丸帝国です。今回はですね、コーペン茶の公式さんの方から新商品のお知らせがあったんですよね。なので早速詳細の方チェックしていきたいと思います。いやね、今金曜日なんですけども、ツイッターなんとなく開いたらね、コーペンちゃんの最新情報というか新しいグッズが出たよっていうね、フォロワーさんのツイートを見かけたものだったので、もう急遽今動画回してるって感じですね。なので何が出てるのかっていう情報一切見てないから、すごい本当に初見でこれから見ていきたいと思います。なのでちょっとね、うまく話せない部分とかあったりするかもしれませんが、そこの辺も含めて一緒に楽しんでいただけたらなと思いますね。じゃあいつものごとくコーペンちゃん花丸ステーションの、サイトの方を使って見ていきたいと思います。じゃあこの辺は同じだから飛ばしちゃって、これかノベルティ、コーペンちゃん花丸ステーション4周年記念キャンペーン、お買い上げごとに4周年記念ステッカーを1会計につき1枚プレゼント。お会計の、金額は関係ないんだね。とにかく何かしら買えばプレゼントされるとのことか。これはでも花丸ステーション限定だね。お店屋さんだったり花丸ストアではこれはもらえないやつなんだよね、きっとね。そっかそっか。はい、まあ一応でも4周年か、すごいな。花丸ステーションが常設店になって4周年ってことだよね。19年ぐらいだったっけ、確か2019くらいからだから、そう考えるとそうだよね、4周年にもなるのか。月日が経つのはあっという間。はい、じゃあ続いて、2023年7月のキャンペーン、これは、花丸ステーションとか関係なくてどこでもそうだよね、きっとね。はい、これが、お買い上げごとに、お買い上げごとに朝の超難関クエストカード全5種類をランダムで1枚プレゼント。これは欲しいな。これめっちゃくちゃ欲しいですね。朝の難関クエスト、これルルテアさんがね、ツイートの方でイラスト投稿してたやつだよね。これがついにノベルティとしてプレゼントされるようになるのか。これは欲しいな。全部コンプリートしたくなっちゃうよね、これ。うわ、なんかこうやって見ると遊戯王カード感がありますね。ルルテアさん絶対こういうデザイン好きだと思う。これは欲しいな。いいね。すごい、7月のキャンペーンはこれは見逃せない。で、7月21日で、4400円以上のお買い上げには、ミニプラコップ全3種類をランダムで1個プレゼントだって。コップがもらえちゃうなんていいですね。しかも4400円っていうところも嬉しいよね。8800円だとちょっとね、敷居が高い感じがしちゃいますけど、4400円だったら普通にコーペンちゃんアイテム何個か買えば届いちゃう金額だからね。ちょっとね、画面がちっちゃいんで、今なんて書いてあるかが全然見えないけど、今日も花丸か、旗振ってるやつとか書道をやってるやつとかかな、コーペンちゃん書いてありますって。これがね、この2点が今のノベルティなんだね。で、ここからが新商品か。7月21日発売、これはお店屋さんだったり花丸ステーションだったり、花丸ストアだったりどこでも買えちゃうやつ。うわ、ジャボテンさんになっちゃったな、ぬいぐるみ。ついに来ましたか、ジャボテンさん。ジャボテンさん来たか。なんか、コメントくれる方とか、でもね、ジャボテンさんのファンの方って結構いるんだよね。えながちゃんを好きな理由が、やっぱりジャボテンさんをこよなく愛しているからとか、ジャボテンさんに毎日欠かさずお水をあげるところが可愛いとか、そういった意味合いでエネガちゃんを好きな方って結構多いんだけど、本当にこのジャボテンさんっていい役名だよね。エネガちゃんにとってかけがえのない、なんだったっけ、剣族、違うな、ジャボテンが剣族って言ったか。そう、エネガちゃんの剣族だからね。コーペンちゃんが今回中に入ってるわけだ。へー、かわいいな。エナガちゃんがすっごいね、これ大事そうにくっついてる。ジャボテンさんを大切にするエナガちゃんの心がこのマスコット一つで現れてるね。2640円税込みということで、これはエナガちゃんファンはね、もうたまらない商品かなと思います。で、次が何これ、お日様大好きひまわりマスコット、ひまわりコーペンちゃんマスコット、かわいい。うわ、ひまわり来たね。ひまわり来たな。こうなってくるとやっぱり花丸らんまんポップアップショップ次回開催される時、
前回もね僕動画で予想しましたけど、次はねアジサイからひまわりになってるんじゃないかなと予想するので、きっとこの子なんかもたくさん飾られるんじゃないかなと今思いましたね。めっちゃくちゃ可愛いですね。ひまわりのステッキみたいな形で持ってたりとか、このひまわりの種のバッグが可愛いな頭にもひまわりつけてるしね。はあ、可愛いな。めっちゃくちゃ可愛いですね。これはちょっとお迎えしようかな。うん、なんかちょっとこれはねフィーリングが今合いましたね。この子は欲しいってなりました。へえ。でその下が何、これシュノーケルか。夏の海シュノーケリングな手のひらマスコット、シュノーケルのコーペンちゃんってね、結構前から LINE のスタンプとかでもね登場してて、結構僕使う機会が多かったので、シュノーケルのコーペンちゃんはね満を持して今回グッズ買って感じか。今までシュノーケルのコーペンちゃんってなかったよね。こういうマスコットでは絶対なかったと思うのでこれは可愛いな。このサンプルの絵見てくださいコーペンちゃんすいません、ちょっとむせ返ってしまったコーペンちゃん可愛いな。進化用なんだか探索してるね。何を見ているのかなめっちゃ可愛いこれ。1430円の税込みってなってる。でその下がこれなんだろう、海の、あー違うな、夏の海ひまわりサングラスな水色コーペンちゃんマスコット、1760円の税込み。水色コーペンちゃんかっこつけてるね、なんだかサングラスかけちゃってるこのサングラスもひまわりっていうのがまたいいな。かっこいいね、水色コーペンちゃん、ちょっとかっこいいな僕の中で水色コーペンちゃんって、あ、まあ明確な、ね、あの年の設定っていうのはないけど、水色コーペンちゃんはどことなく赤ちゃんというか、ちょっと子供じみているような印象が僕の中ではあるんですよね。普通の黒いコーペンちゃんとかピンクコーペンちゃんに比べると、ちょっと精神年齢が幼いような僕の中イメージあったから、ちょっとこれはびっくりかっこいいね。こうやって見るとちょっとね、高校生中学高校ぐらいになってちょっと調子乗り始めた感が出てるねいいね。でも新しい新しい、これちょっと君とバカンス嬉しいなって書いてあるんだ。いいね、今回海シリーズって感じだね全体的に。でなんだろうこれ茶色い夏の海日焼けしちゃった横島江永さんマスコット来ましたこれもあれだね、シュノーケルのコーペンちゃんのラインスタンプと同じシリーズに入ってたっけ。シュノーケルのやつとはまた別かな、夏のシリーズのやつかな。江永ちゃん日焼けしてるやつあったよね。あー、それも今回ついにグッズ化されるわけか。かっこいいな。クククク、実に邪悪な日焼けの我日焼けしてる、すごいな。こんな綺麗に日焼けすることができるんだね鳥も。へえ、サングラス持ってかっこいいよ江永ちゃん。ちょっと悪魔的なオーラが出たんじゃない、白よりはね。なんか茶色い方がちょっと悪そうな感じも出るだろうし、まあでも腰につけてるのがひまわりだからな、ひまわりじゃちょっと可愛さしか見出せないかなねえ、可愛いよな江永ちゃん。はい、続いて、あー、ぬいぐるみは以上かな。これが何だろう、手首枕だって。あー、すごく便利、これは便利だね。へー、マウスとかをやっぱりいじってるとね、マウス操作してる時って手首に何か置きたくなるよね。あー、僕も結構タオル置いたりしてるけど、そういう時に使えるコーペンちゃんの手首枕なんだ。すごい、でも手首枕っていう商品自体初めて聞いたな。そんな商品があるんだね、手首枕。きっとね、柔らかい素材でできてるんだろうね。このサンプル画像を見ると、右の画像だとマウス操作してるっていうのがわかるけど、左はこれなんだろうね、黒い物体が上乗ってるけど、これなんだ、スマホかな、スマホなんだろうか。ちょっと画面がねちっちゃくて見えないんですが、まあ何か小物を置く、場所としても使っていいのかな。ねえ、ちょっとスマホ置いちゃったらコーペンちゃん重そうだけど、ちょっと重たいよとか、ね、この左のサンプル画像から聞こえてくるようですが、ああ、これはでもこれですごく便利そうなアイテム。あ、終わりなんだこれで。今回はこれで終わりですね。最後が、最後が爆褒め、吸盤で貼れるカーサインか。へー、
ああ、まあまあ、よく貼ってる方いるよね。ベビーインカーとかね。うん、安全運転して偉いわさ。これはまあいいな、確かに。ゴーペンちゃんファンっていうのをこうアピールできるよね。ベビーインカーだったら、まあまあ、その実用性があるけど、運転して偉い。これ貼ってるのはもうゴーペンちゃんファン以外の何者でもないね。すごい、いいな。これ貼りたいよね。これいいね。赤ちゃんいる方とかだったら、普通にベビーインカーとかもめちゃくちゃ使えるしね。今って結構ステッカー貼ってる方多いからね。ドライブレコーダー作動中みたいなのを貼ってるのもよく見かけるし。いやー、今回もなんだか実用的なアイテムがすごく多いよね。あ、そうでもないのか。実用性、日用品っていうのはこの2つだけで、他は全部ぬいぐるみだったって感じかな。まあ、今回は新商品の数としてはちょっと少なめでしたけど、でもすごく可愛らしいよね。もう今動画撮ってて、今本当にこれ初見で今いろいろ見てきたんですけど、もうテンションが上がりすぎてね、途中なんかむせちゃったもんね。むせてるとこカットしてるかもしれないけど、まあでもすごくテンション上がったし、何より夏だよね。ザ夏っていう素敵なグッズがたくさん登場してて、今めちゃくちゃテンション上がりました。いやー、本当に楽しみ。7月のいつだったっけ、ちょっとすいません、高速でスクロールしちゃいます。7月の21日かってことは、まだちょっと先ですね。あー、ということで、一応今回はね、グッズの紹介動画として、急遽撮ってる形になります。いや、実はですね、明日からだね。まあ今金曜日の夜だから、本当に明日土曜日からなんですけどね、京都の方に旅行行くんだよね。あ、これが投稿されるのはおそらく土曜日だから、まあ今日からって感じか。今日からね、京都に今いるんですけども、本当にね、こういうコーペンちゃんのグッズだったりとか、いろんな楽しいことがたくさんあって幸せですよ。なんか梅雨もね、明けたっぽいよね。結構最近雨の日とか風が強い日とかたくさんあったけど、なんか土曜日からは天気も回復するみたいだよね。梅雨が明けたのかな、おそらく。なのできっと、明日の今頃はね、京都で満喫してるんじゃないかなと思っております。祇園祭りだね。祇園祭りっていうものに僕は一回行ってみたかったんだよね。昔から祇園祭り憧れてたんだよ。あの、なんかコンチキチンみたいな音がね、聞こえるらしくて、いまいち全然どういう音なのか僕わかんないんだけど、それをやっぱり聞いてみたいんだよね、コンチキチンね。コンチキチンって言って伝わるのかな。まあ一応ね、そんな感じで明日から京都旅行行ってくるので楽しんできます。またそのね、京都旅行に関してもコーペンちゃんをちょこちょ こう登場させたりとかで、なんていうのかな、日常動画というか、まあ旅行の旅行動画かな、いろんな行った場所だったりとか食べたものとか、そういったものをコーペンちゃんと一緒に可愛く紹介できるような、そんな動画もね、作ろうと思っているので、そちらの方も楽しみにしていただけたらなと思いますね。もちろんね、コーペンちゃんもいっぱい連れていくので、おしゃべりちゃんもね、連れていこうと思ってるから。まあ登場させるかどうかはちょっと分かんないけど、どうだろうね。とにかくね、みんなで行くから、車で行くからね。車で京都まで行きます。はい、まあ、僕はね、車で和歌山県のアドベンチャーワールドももう2回行ったしな。本当に運転は全く苦にならないんだよね。どんなにも10時間でもぶっ続けで運転できるレベルの、なんか体力というか、体力っていうか、なんだろうね。それぐらいの一応精神力持ってるからね。頑張って運転して明日東京じゃないや京都行ってきます。じゃあこんな感じかな。最後ね、どうでもいい雑談になってしまいましたけども、最後まで聞いてくれて本当にありがとうございました。じゃあこの辺で終わろうかな。言い残したことはないよね、特にないかな。はい、じゃあ最後までお付き合いいただきありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。